県北部の中心都市で、国から、思考時と例市と保健所政令市の指定を受けている。三重県の県庁所在地都市を上回る、三重県下最大の人口を要し、都市雇用県は、東海地方で、名古屋市、浜松市、静岡市、岐阜市に次ぐ規模を有している。四日市市は、中京工業地帯の代表的な工業都市である。 近鉄名古屋線などが通ることから名古屋市への通勤、通学者がおり、日系ブラジル人が多く居住をする、笹川団地、四号地区は、市内南部に入り、名古屋のベッドタウン化している郊外の団地は、昭和の大合併で編入された地域で、三重団地、三重地区、桜台、桜地区、三滝台、川島地区、暁台、八里地区など、市内西部に位置する地域が多い。 一方、三重県北西地域の中心都市であるため、三重郡の各町、桑名市、鈴鹿市、亀山市など、近隣の市町から東市へ通勤、通学する者も,も多く、昼夜間人口比率は100%を超えている。2000年、平成12年11月1日の制度、運用開始とともに、特例市に指定された。2005年、平成17年2月7日に隣接する三重郡、 楠木町を平成の大合併による市町村合併で編入したことで人口が30万人を得たため中核市移行を目指しているが、大谷地,地区の産業廃棄物問題が解決しないため移行の目途が立っていない。中核市移行の準備段階として2008年平成20年4月1日に保健所政令市に刺された。古くは東海道の宿駅四日市で、 伊勢神宮への分岐点が、日長地区に追い分けという地名として残っている。氏名は四の月日に市が建ったことに由来し、現在も各地で市が開かれている。四日市中心部は、江戸時代天領になっており、伊勢国北部の北勢地域では、行政の中心地であった。1960年代から1970年代にかけて、工場の廃園による、 大気汚染により、四日市全息の発生地として、悪名をとどろかせていたが、現在は、法整備や汚染防止技術向上などの対策が格段に進み、工業地帯周辺の大気状態も良好になっている。郊外には、田園や茶畑が広がる、豊かな自然が望める。また、江戸時代から、新気楼が見られたことでも知られている。2008年に、クオリティオブライフ。 生活の質が数値化されたクオリティオブリビングの分野では世界第63位、国内6位の都市でもある。三重県北部に位置し、地域は伊勢湾から鈴鹿山系にまで及ぶ。市政志向までは県名の由来である三重郡に所属。四日市市合併、編入前の町村の範囲を区域として XX 地区、XX、旧町村名と呼ばれている。 各地区ごとに地区市民センターが設置されている。旧町村の範囲を基本としているが、大規模団地造成等のため地区割が変更されているケースが一部存在する。人口移動に関しては、沿岸部所地区の人口が減少する反面、内陸部の地区の人口が上昇傾向にあり、各所でドーナツ化現象が見られる。四日市市内は、中心部、南部、北部、 西部の地区に区分される。中心市街地のある、京北地区、中部地区の中心部と南部の塩浜地区では、ドーナツ化現象と公害の影響で人口が減少している。四日市全息の影響が続き、人口の流出があった。北部地域の富田地区、富洲原地区でも人口が減少した。伊勢湾台風などの水害被害からの内陸部への避難や平田籠石や、 東洋宝石戸田工場など繊維企業が撤退したり、富田駅前商店街、富田中央通り商店街、富田中町商店街、東洋町商店街、西本町商店街、住吉町風俗街などの商店街が衰退したことが原因である。一方、市街地の周辺地域と、旧三重郡の四日市西部地域、桜地区、県地区、新善地区、川島地区、 4号地区、三重地区、常磐地区、日長地区、内部地区、ほぼ地区、下付地区、八里地区、大谷地区、改造地区、羽根津地区では人口が増加している。四日市市コンビナート企業に勤務する労働者や名古屋県からの住民が流入して、宅地開発が進んだことが原因である。2015年12月末、三重県内最多の外国人住民を抱え、 7876人、割合は2.52%。古くは大和武の御事が統制の基とに通過したという伝説が残る。古墳時代から栄え、市内には土器用や土器変質土地が分布する。また、飛鳥時代には人身の乱で大天王子が兵を集めたと言われる。現在の四日市市街にあたる地域は平安時代後期までは、 ごく小規模な集落が存在するのみであった。しかし、鎌倉時代から室町時代にかけて建立された寺が多いことから、その頃に発展を始めたものと考えられる。平安時代になり、平安系が、ととなると、千草峠や八風街道から鈴鹿山脈を越えて、大見、京都方面との往来が盛んとなり、伊勢商人や大見商人が峠越えをして、活発に商いを行った。 安土桃山時代、天然の良好によって、海鮮業が発達し、市場ができる。戦国時代の領主の赤堀氏によって、四のつく日に市場が開かれたため、これが、四日市の由来になったとされる。本能寺の変では逃亡する、徳川家康を、四日市の海鮮どん屋が手助けし、その恩として、幕府の直轄領、天領になったとされている。 実際は家康自身が陸海の用地であると認めたためと考えられる。江戸時代、天領である四日市に、四日市陣や大館所や考察場ができ、北勢の行政、商業の中心地となる。東海道、東海道五十三寺の主要宿場、四日市塾として、本陣や宿駅も設置される。ひなが多いわけも現在の四日市市内にある。江戸末期。 安政の大地震によって港が壊滅し、海鮮業が衰退していく。また四日市は、尾張の宮宿、厚田と十里の渡しでつながり、東海道や伊勢参りの旅人に多く利用された。市内の至るところで湧き水が出ていたため古来より、止水と呼ばれる。三重郡の止水ということからこの周辺を三市地区と呼ぶ。現在では湧き水の場所も所在が不明になり、 わずかながら、井戸が残っている程度である。現在の港の基礎は、幕末から、明治初期に海鮮丼屋の稲葉三重門、1837年、天保八年マイナス1914年、大正三年が資材を投じて整備した。周辺住民の反対など様々な困難があったが、現在の四日市港の石を作った偉人として、JR 四日市駅前に銅像が建てられている。 構成、平成28年9月12日現在。なお、衆議院議員選挙の選挙区は、北部地域が三重県第3区、南部地域が三重県第2区、三重県議会議員選挙の選挙区は四日市選挙区、定数7となっており、同一市町村内で複数の衆議院議員選挙区を有するのは、三重県内では、この四日市市のみが該当する。 四日市中消防署、中部地区、京北地区、海蔵地区、常磐地区四日市北消防署、富田地区、富津原地区、羽根津地区、大谷地区、八里地区、下野地区、ほぼ地区四日市南消防署、塩浜地区、木永地区、河原田地区、内部地区、楠木地区その他の市内の郵便局は、日本郵政地域図検索、四日市市を参照。 伊勢湾北西部に位置する、四日市コンビナートが隣接するなど工業校としての性格が強い。近年の工場夜景ブームにおいては、川崎港や水島コンビナートと並びその景観に人気のある臨海工業エアであり、観光資源にもなりつつある。明治以降、日本の近代化の歩みとともに、四日市港を中心に商工業都市に進展。 特に高度経済成長期に石油化学系企業が多数立地して三重県下最大の工業都市、商業都市に発展している。また伊藤伝七が創業した三重宝石を前身とする東洋宝石や四日市岡竹の家業から発展したイオングループなどの発祥の地でもある。自然環境に恵まれており農業が盛んな一面もあり代表的な畜別の生産分布では 以下のようになっている。四日市市魚協本市は、イオン発祥の地ということもあり、市内には、イオンタウンや、イオンモールなどのイオン k s c が多く出店している。また地場 KSC として、スーパー3市、一号館など市内に本社を置く、スーパーマーケットがある。広報4日、1チャンネル4日1四日、1YY1 田んぼう、ロ、四日市、アローマイナス。 人権を確かめ合う日特集、毎月22日に放送。四日市市が第三種鉄道事業者、市内各地に午前中を中心として市場が立つ。近隣農家が鹿より安く作物を販売している。農作物以外にも個人商店が鮮魚、医療、生花、菓子などを並べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。